またギター紹介のコーナーがやってきたんですけども、今回もまた、大好きなハードオフで、巡り合ったギターですね、昔から気にはなってたんですけども、これですね、これ、クール Z ですね、結構いい評価と悪い評価が、入り乱れてるギターですね。調べたらね、気にはなってたんですけども、さあどこでどうなってるギターなのかっていうのがね、島村楽器オリジナルで不次元で作ってるギターだっていうね。これすごいですよ、トラメ。もうね、ハードオフでこのトラメ見た時に、これはもう、持って帰ろうっていう感じでね、ジャンクコーナーにあったんですよ、これのがね。びっくり、ね、3万円でお釣り来ちゃいましたから、これ買わない手はないなっていうんで、傷んでなかったんでね、どっかが音が出ないとかそういうんじゃなかったんですけども、なんでジャンクなんだろうっていう、ちょっと不思議な。店員さんも、え、これがジャンクなのみたいなんでね、びっくりしてましたけども、だってジャンクだったでしょみたいなね、ツッコミで買う時も面白かったですけどもね、確かにすごい、トラメがもう本当にもう一目惚れ、やばいっすよね、これね。違いますね、ギブソンでもないしグレコでもない、やっぱりこれ島村楽器オリジナルの音なのかなっていうところで、でも家にパフのピックアップがあって、それと聞き比べると、あ、パフの音出てるなっていうんで、結構頑張ったよね、このピックアップがね、なかなか面白い。取り替えちゃおうかなと思ったんだけど、十分これでそのままいけそうな音なので、ちょっとね、いろいろ弾き比べてもらうと面白いかなと思って、これからちょっと何本か弾いてみたいと思うんですけども、面白いギターで、60年の後半、68年とかそのぐらいの結構ヴィンテージなビザールギターなんですけども、高校生の時にね、初めて買ったサンバストのレスポールがモズだったんですね。これずっと探してて巡り合った因縁のモズ。ところがですね、これはね、ちょっとね、やばいんだよね。オリジナルはね、ネックこれなんですけども、トラスロット折っちゃいましたですね、なんとこのね、ヘッドもね、取り外してもらってですね、ネック復活ですね、リペアしてもらいました。まあオリジナルではないんですけども、もうこっちがすごくよくできてるギターなので、鳴りはいいですね。ピックアップはですね、オリジナルがこれ新鋭電機さんなんですけども、悪くはなかったんだけど、やっぱりちょっと弾いててずっと弾いてたいなっていう音じゃなかったんで、これは仕方なくギブソンに変えてしまいました。
レッシャー、これフレッシャーでもこれセットネックタイプのやつなんですよね。ちょっとランクが上みたいですね。高校生当時フェンダーのストラットキャスター、あれがフレッシャーだったんですけども、持ってまして、フェンダー買えなかったですからね、字がそっくりだったから。フレッシャーでもフェンダーに見えるみたいなんで使ってたんですけども、その当時はねギターの良さが全然わからなくて、見た目で、弾いてましたけども、それで、月日が経ちまして、やっぱりハードオフですね、ジャンクコーナーでこのフレッシャーのレスポールを見つけましてね、これ5000円、これはね弾ける状態じゃなかったですね。ここの、つまみがなかったですから、家にあるパーツをですね移植しましてですね、いろいろいじくりました。ところが特筆するのがこれパーツが全部五島さんなんですね。五島のペグとピックアップも五島のパフがついてて、すごいですよね。作りがすごくいいと思いますこれ。それで構造はグレコの EG420 と全く同じなんだけど、これ面白いのがセンターついでなくて1枚のラミネートなんですよね。なんかカバの木らしいですけど、面白いですこれもね。だからどっちかっていうとセミアコみたいな作りなのかな、ね、面白いですよね。伝わるかな、このEの音の低い音がすごくブーミーなレスポールなんですよね。これ大好きなんですよ、これ。なかなかね出ないですね他の、レスポールでね。結構ブーミーな下の音がこれ面白い。してたのかな、型番が42だったかいくつだったかね、だから4万円台ですよね当時ね。これねだフレッシャーってどうだったのかなって振り返って見てるんですけども、このレスポールを当時知らなかったですよね。すごいびっくりこれね、すごいですよ。 EG420 ですね、これがですねやめられないですね。ナルモシゲルネックですね。この上に行くに従って太くならないで、そのまま細いまま、ハイフレットが弾きやすいというナルモネック、これがですねなかなか、420も 4,5 分買ったんですけども、やっぱりそれなりに全部握りが違うんですよね。で今これ残ったんですけども、やっぱメンテナンスが必要で、やっぱりフレットが結構ダメになってるものが多いので、これはもう打ち替えてしまいました。だから全くもうストレートで問題なく気持ちよく弾けるギターに今なってますよね。これホワイトシカモアですか、当時ねやりましたよね、トラメがね。ギブソンみたいに単板のトラメじゃなくてももう十分、ホーローのベニヤの上に綺麗な
こういうトラメ貼ってくれればもう十分ですよね、ギター。この本当グレコのセミホーローコード、これなかなか捨てがたいですよね。パンケーキっていうかもう継ぎはぎだらけのギターなんだけど、結構大好きですね。でもこの下の音は本当フレッシャーがすごくいいんですよね。グレコも悪くないんだけど、Yeah.
中止。さあ気に入った方は探して手に入れてみてはどうでしょうか。これね、後ろのこのここもなかなか滑らかで弾きやすいですよね。クール Z でした。